そう、こんな感じで定期的に手入れをしながら3年半ぐらい使い続けてます。でちなみにこれは新宿の伊勢丹にあるボッテガっていうところで10万8000円ぐらいですね、当時の値段で、で買ったやつです。当時音声をずっと聞いていた斉藤ひとりさんだったり、あと他にこう尊敬していた経営者さんたちが口を揃えて言っていたことがあったんですよ。それはお財布はお金の家だからいいものを使いましょうっていうことだったんですね。ガチガチのブランドじゃなきゃいけないっていうのではなくて、お金がゆっくり休めるようにお財布をきれいに保つといいですよっていう、まあそういうアドバイスだったんですよ。なので僕もそれを守って3年半ぐらい続けてきましたけども、それまでの僕は例えば吉野家に行った時に牛丼の並盛りっていう一番シンプルで安いものしか頼めなかったですね。そう、マックに行った時も、チキンクリスプっていう100円のバーガーしか食べれなかったですね。そう、でもこのお財布に変えてから、まあもちろん仕事も頑張ったっていうのもありますけども、例えば吉野家に行ってその自動販売機があったとして、それにボタンをラタタタタタって連打するみたいな、まあしないですけどね、まあでもそれぐらいのできるようになったりとか、あとは駄菓子屋に行った時にもこっからここまで棚買いとか言って、まあそういう大人買い、できるようになったりとか、まあ駄菓子屋ですけどね、めちゃくちゃお金に困ったっていう状況がなくなったっていうのは、やっぱりそのお金を大切にする気持ちが育めたからなのかなっていうふうに思ってます。ただですね、もうキャッシュレスの時代になってお金を全然下ろさなくなったんですね。なのでこの中にも実はお金はほとんど入ってないんです。そうなんですよ、時代は変わりましたね。そう、でも僕はやっぱりそのお金が入ってきた時のために、そのお金を対するするためにこのお財布を使い続けてきました。 2,3 ヶ月前まではここに1万円なり5000円なりっていうのがまあちょっと入っていたので、まだこれを持っている意味っていうのはあったんですけども、最近それすらもちょっとなくなりつつある、薄れつつあるなっていう感じです。でもそういう時代だったり、その激動の流れに身軽に柔軟に対応していく、適応していくっていうのがミニマリズムのいいところっていう風に僕も思ってるんですね。ここ半年で僕のそのキャッシュレス事情っていうのもものすごくまた変化しているので、まあ、このお財布はもう手放していいのかなっていう、まあ、もう次のミニマル財布にブラッシュアップしていいのかなっていう風にも思ってます。なのでこちらは3年半使いましたけども、こちらは手放して、次のミニマル財布に移行しようと思います。とは言っても、こうやって愛情たっぷり育ててきたものをゴミ箱にポイっていうのはちょっとしたくないですね。じゃあどうするかっていうと、僕よりも必要としてくれる人に譲るっていうのが一番気持ちいい形だなって思いました。そうで、実はそれを水面下で進めてたんですよ。そう、譲る準備はしてました。でもちょっと都合によりキャンセルになってしまいまして、またこれ僕の手元にあるっていう状況なんですね。そうなので、まあ、もしよかったらこの動画を見てくれている人の中で、その僕よりもこのお財布をこう必要としている人、まあ、使いたいですとか興味がありますっていう人にちょっと譲ろうかなっていうふうに思ってます。じゃあ概要欄のところにお財布欲しいです応募フォームみたいなのをちょっと貼っておきますので、興味がある方はそこからご連絡いただければなというふうに思います。まあ別に全く急いでるわけではないので、気長にこの人に届けたいなって思う人が見つかるまでちょっと待ってみたいと思います。はい、ということで今回はいいものを長く使うっていうことで、その手入れの様子とかちょっとお見せしましたけども、まあとは言っても時代の流れにもやっぱ乗っていきたい、柔軟に対応していきたいっていうので、お財布をミニマルなお財布にアップグレード、ブラッシュアップ、まあちょっと横文字が多いですけども、ちょっとこのお財布も次の時代に変えていこうっていうふうに思ってます。そうですね、次のお財布もいいもので、それを長く大切に使っていくっていうことをやりたいと思います。はい、これも本当は10年ぐらい使い倒そうと思ってたんですけども、使い込んでいこうって思ったんですけども、意外とその時代の流れが早く来てしまったので3年半ぐらいで終わりそうですけども、次のブラッシュアップしたやつっていうのは、もっと10年ぐらい使えるように大切に大切に磨いて育て上げていこうと思います。はい、ということで、まあ、今回はこういうお話でした。はい、ということで、ありがとうございました。